アニメージュ 40th アニバーサリーメモリーズ。皆さんこんばんは、島本すみです。皆さんこんばんは、山口勝平です。山本のぞみです。野上翔です。はい、ということでこの番組はですね、メモリーズ、アニメージュ創刊40周年を記念してアニメーション業界全般の話を中心に、話題ですね、話じゃなくてね、話題を中心におしゃべりするラジオ番組です。2019年初でございますよ。そうだよ、明けおめでございます。おめでとうございます。よろしくお願いします。ということで、なんとですね、なんと編集部の方からですね、お酒届いてます。おー、またすごい。お酒ダッサイです。ダッサイ、いいお酒じゃないですか。ダッサイですよ。毎月やっといてよかったね。あのインフォメーションのさ、コーナーで、ね、あのね、紹介させてもらったんですけど、カッペさんがいつの頃からかオープニングから開けるようになっちゃったと思う。この開ける下りがもう定番化しちゃいまして。そうなんですよ。なんか女性の、おー、いい感じに飛びましたね。そしていい音取れましたよ。さすがダッサイです。私ダッサイって飲んだことないんだけど。ダッサイ行きましょうよ。ちょっとちょっと飲んでみようかな。口で味見がいいですね。ダッサイ、ダッサイ、ダッサイ。千秋奈美さんが歌ってたのはカッサイですね。ね、若い子分かんないから、はい、新年初ですけども、はい、去年と変わらないテンションでお送りしております。そうなんですよ、今回スペシャルバージョンで A チーム、B チーム合同です。初回ぶりですかね。いただきます、ダッサイ。4人でやらせていただいておりますけども、自然に始まっちゃったけどね。不安でございますけどね。美味しいですか、ダッサイ。やっぱりダッサイうまい。美味しいかい。うん、そりゃ良かった。野上も飲む。野上は飲みやすいですね。俺まで飲んじゃったら終日から俺すぐ酔っ払うからな。野上美味しいよ。ね、すごく美味しい。ね、あのイベントも。そうそう、イベントも1月9日に。盛り上がりましたね。本当にあの満員御礼で、はい、ね、まさか野上が脱ぐとは。いや本当にね、やっぱ年明けすぐだからね、テンション上がって。嘘をつくな、ね、やらねえよそんなこと。やらねえって言っちゃって。土壌すくい踊ってたじゃん。何の番組だよ。やんないの、やんないのって言った時点でバレるだろ。今が今がまだクリスマス前だってことが。有言実行しないで。まあ大体ね、うん、そういうことはこの業界にはありがちで、はい、まあ年末進行ってやつですね。やめろそこまで言うの。年末進行ってやつではね、実はこう1月2月分撮ってるけど、まだ実は、ね、全部言うんだ。あの2018年です。あ、はい、そうです、はい、スケジュールの都合 で、まだしかもクリスマスよりも前です。そうです、平成です。1月9日のイベントも、まだやってません。完売したチケットは、はい、完売。情報は我々にね、うんうん、これが流れる頃にはもう満員御礼ありがとうっていうこと。そうです、はい、今回なんで4人でやっているかというと、はい、この後に打ち合わせがあるからです、はい、イベントの。そうですね、そうだ、それも面倒くさくないから4人でやっちゃおうという、うん、はい、そういう趣旨のもと、今回はですね、全部バラしていく。そこは役者だから演じましょうって書いてあんのに。もういいよ、始めるよ。はい、始めましょう。はい、皆さんが、はい、アニメージュ 40th アニバーサリーラジオ番組メモリーズ始めます。この番組はアニメージュの提供でお送りいたします。アニメージュ 40th アニバーサリーメモリーズ。改めまして、島本すみです。山口勝平です。山本のぞみです。野上翔です。はい、はい、ということで、うん、まあ、冒頭でもお伝えしましたが、うん、2019年初の、スタジオ収録放送はイベント同様我々4人でお送りしていきます。今年もよろしくお願いします。もう一回やるんですか、ね、そのくだり。そうだよ、まあ、あのリスナーの皆さんはね、今年もよろしくお願いしますということで、うん、正月ボケは抜けましたか。抜けた。抜けてるといいな。もうイベント前ですからね、はい、まあ、どうなるんでしょうっていうところでありますけども、ね、はい、で、もうどんどん進行していきますけど、うん、ちょっと遅くなってしまいましたが、2018年を一文字で表すと&2019年の目標のコーナーです。ざっくりだね。やっぱりこの時期になると恒例ですよ、まあ、定番でございますけども、ね、はい、今年を1年振り返る、ね、振り返って2018年、ね、去年ね、去年、はい、もう去年ですね。去年、去年です、まだ去年だよ。あんたが一番惑わされてんじゃないか、年末進行に。はい、まあ、ので、4人それぞれ、2018年一文字で表すとっていうのと、2019年の目標を、発表していきたいと思います。まず私から、はい、私の神将2018年の、まあ、一文字は、うん、広がるっていう字かなと思っております、うん、広がる、いいね。やらせてもらってる作品とかも、そのイベントだったりライブとかの会場、うん、単純に会場が広くなったりとか、うん、いろんな地方に行かせてもらうようになったりとか、会場がでかくなったっていう、そう、でかくなった、でかくなった、自慢を違うわ。
で作品もねずっとやってきて応援してもらってだんだんみんなのおかげで大きくなってきてるよっていうのを、どこが何か会場がだよ、会場の規模とか、はいね、どこがじゃねえで、あのまああと僕今年初めて、はい、あ今年じゃねえ2018年だあの朗読劇を俳優さんたちと一緒にやらせていただいたりとか、はい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 、お仕事のいろんな方向とかもこう広げ、うん、少しずつ広げられてるかななんて思った1年でございました、うんはい、充実してたんだね。いいね、なんかこう、うん、すごいヤンガーな感じのこうヤンガーな感じ文字で、でおやじっぽい2019年の、私の目標なんですけども、はい、やっぱり、まあ、今の、うんまあ、時代っていうのもあるんですけど、やっぱり我々若手そのジェダイ好きだね。ジェダイじゃねえ。ジェダイじゃねえし、ジェダイじゃねえ。ジュダイでもねえし。あの時代ね。古代。まあ戻っちゃった。あのやっぱりそのトークイベントとか、要はその役者とまたちょっと離れた感じのイベントがやっぱり僕ら世代ってどうしても多いん。うんはいはい。でなので、うん、まああのどっちかというとやっぱ声のお仕事の割合よりそういう方が先立ってる部分がやっぱ個人的な業務内容としては多いので、うんうんまあ、やっぱりそう役者としての本分を今年はもっと果たしていきたいなっていうのが、もうなんかお客さんが僕の顔を忘れるぐらいがちょうどいいと思ってるんで、うん、もっとお芝居の方しっかり、うんまあ、オーディションも含めてですけどいろんな作品に関われたらいいなって思っております。それが僕の今年の目標です。あもう今年の目標に入ってたのね。入ってましたよ。あんたが脱菜手弱してる間にもう次入ってたんだなんで僕の目標は、役者の本分を果たすです。なるほど。あそっか、芝居頑張りますってことです。今年の目標はあれなんだね、一文字じゃなくていいって打ち合わせの時に言った、うん、そうか言ったそっかそっか、はいうんはい、僕の番は終わり、ね、はい、次私になるのかな、はい、次山本先輩です。私そうだな、2018年一文字で表すと、はい、どうかな、どう動く動く動く、まあ、なんかまたいろんな意味がありまして、こいつ動くぞの動くそうそうなんですよ。5倍以上のエネルギーゲインがあるじゃねえんだよ結構あの今年はあまり大きな声で言えないんですけど、動いてお芝居をしたりとかすることとかも小さい声で、うん、あったりは、ちょそうですね、違うわ違うわ、あいいねいいねやっぱりここ1年やってきたね、タメ口でねツッコミがいいですね。いやいやなんかね、結構動いていろんなことを表現することが多かった、うんうん年だなと思うんですけど、ただやっぱりこう寒くなってくるとちょっと腰が痛いなって思い始めてくるところもあって、はいはいはい、ちょっとね動いていろんなことを表現するのに腰が痛いとか言ってる場合じゃないなっていうのも含めて、うんうん、でさらにこうねあの座ってこうやってお話しすることもありますし、はい、立ってお芝居することもありますし、なんか腰って大事だからそう腰は大事腰はもう何につけ腰は大事、そうですよね、首の腰はね、そうもうもうこもうこね、うん、もう本当にもう腰はもう動かなくなったら本当泣くと思うよ。そうですよね、うん、本当に大事な部分だよ、ね、そういう意味でもね腰が動くようになればいいっていう、ね、そういう喜ぶなそういう意味でもね、ほうほうじゃないんだよってどうかなっていうのがありまして、さらに2019年の目標はですね、やっぱそのいっぱい動いていろんなことを表現することはしたんですけど、結構そのいっぱいいっぱいだったなっていうところもありまして、余裕がなかったのか、そうなんか新しいお仕事とかやっぱやってみるとこう何が何だか分かんないまま終わってしまうっていうこともあるんですけど、こうラッキーなことにまあ来年も続けてできそうなお仕事もたくさんあるので、ちょっと2019年はその密度を濃く、もう少し密度濃くやっていきたいなっていう、濃く、あそうです、濃く、動くと濃く、動くと濃く、ああいいですね何がですぎるぞ何がですいやいいじゃん、いいじゃんね、濃く、濃い一年にしたいっていう、そう、濃い一年にしたいです、うん、もういろんな意味で表現をなんかこうね、なんだろう、深くできるように頑張りたいなと思う年にしたいです。はい、いいですね、やっぱりなんかこう若い感じのね、うん、いい目標です。あ、そうですか、ありがとうございます。さっきどんなこと言ってるよ。いやいや、もうね、いや、なんかもうすごい、やっぱなんかあれなんだなっていうか、こうすごいその若い人たちがね、なんていうのこう、ちゃんとお芝居っていうか、そっちにこう向かっていくのが偉いなっていうか、すごいなっていう、うん、気がしましたね。いろんな作品に関わっていきたいです。そうですね、前向きだね、うん、若手のターンは終わりましたよ、はいはい、もう僕ですか、じゃあかなあんまり深くそこ、うん、辻さん先行っときます先行きますか、いい、誰でもいいよ、大丈夫、じゃあ僕から行きますはい、早く来てくれ、はい、そうですね、2018年、一言で言うと、もう、まあ、落ちるっ
ていう字ですね。落ちると書いて楽ですね。それは結構ネガティブな方に。いやいやじゃなくて、もう結構落語漬けの1年でございましたね。あ、そういうことか。はい、そうですね、あの17年の5月から、うん、立川志らの師匠について落語を教えてもらい出して、うんうん、もう本当に2018年はもう、マネージャーの高橋くんの目が三角になるぐらい落語をやってましたね。三角になるって珍しい表現。スケジュールの取り合いだってあのこのちょっとイベントの問い合わせが来て、ごめんそこ落語みたいなね、ちゃんとお名前も、ね、師匠から頂戴して、はい、そうですね、あのね、ペペペという講座名もいただいて。ペペペっていう名前なの、はい、そうなんですよ。兄弟子に関智和っていうのがいて、そちらのののやちちちって言うんですけどね。で、本当にそういう意味で言うと、まあ、それもこれもこうなんですかね、こう新しいものにチャレンジしたいというか、こう自分がやっぱり50を超えたところでなんかこうあぐらかかずにこうもっといろんなものに挑戦したいなっていうことから始めたんですけれども、なんかそれが意外にこう自分の中でしっくりきて、なんかすごい楽しい1年だったなっていう、なんかなんでここは19年もね、落語はそのまま続けていきたいんですけれども、またこれ19年の目標としてはですね、まあ、全然芝居の方に向かないっていうのがねすごいけれども、剣術を習いに行きたいなと、どうした思っておりまして、盾ということ、もう盾じゃなくても普通に剣術、竹刀を持って、もう居合とかなんかそっちの方の、はい、行きたいなみたいなね、はい、ありましてですね。それまたどうしてですか。いや年末にですね、お芝居、お芝居をやりまして、はいはい、新選組の話をやったんですけれども、はいはい、そこで盾とかもいっぱいやってたんですけれども、はい、でなんとなくその時がこう役的にこうもう55歳になってる、長倉新八だったんですよ、でだから年齢的にも同じだったんですけど、なんかこうそういうずっとやっていくうちに、なんとなくこうちょっと なんかそういうものもやってみて、こう少し人間的に落ち着くわけじゃないですけれども、なんかちょっとそういうのにも挑戦してみたいなみたいな気がしまして、ちょっとどっかで、まだ言ってるだけなんで、やれるかどうかはわからないんですけれども、じゃあ19年も18年の落語のように新しい扉を、開けていく1年、もう新しい扉を開けていく1年、19年の一文字が剣になるかもしれない、かっこいい、ね、かっこいい、なんでちょっとやってみたいなと思って今いろいろ調べてますけどね、はい、ありがとうございます、はい、ではスミさん、スミさん、スミさんはね。2018年はちょっと迷いかな、迷い、もうやめようかなとかね、結構よく迷って、声優さん辞めたわけじゃないんだけど、どうしようかなって、結構いろいろ迷うことがあったかもしれない、まあね、これ以上喋れないけれども今年はね、ずっと去年からやってるジブリの思い出がいっぱいというコンサートが今年すでに入ってて、なので健康第一と思って、そうですよね、それはもう考えてます、以上、ありがとうございます、今年の目標は健康、はい、そうなんだって、再来年まで売り出してるんだって、うわすごい、すごい評判が良くて、ね、元気でなきゃダメでしょ、もちろんでございます、はい、はい、すごい、羨ましい、来年のスケジュールがもう埋まってるなんて、いやもう羨ましい、羨ましいですねそういう風に考えなさんなスケジュールが埋まってるとかそういう嫌ですもん俺、今自分のスケジュール帳めくんの、なんかそっから変わんだもん、ね、まだなんかね、発掘しなところがやっぱあるわけで、1月2月3月ってなんとなくこう、スケジュール薄くない、薄いんですけど、薄い、もうやめようかな、すっげえガチなトーンになっちゃうから、ガチなトーンになっちゃう、じゃあ後でね、はい、負けないところで、はい、ということで、はい、皆様改めまして2019年もよろしくお願いします。アニメージュ 40th アニバーサリーメモリーズ、アニメージュインフォメーション、はい、今回ご紹介させていただく作品なんですけども、はい、初の小説作品になります、はいはいはい、原作、清水湊さん、そして、イラストが、人よひとみさんですね、はい、
で、しばし夢見し平安身代わり恋愛絵巻です。平安身代わり恋愛絵巻、よく言えたって褒められ方しちゃった。ですね、あらすじをね編集部さんからいただいておりますので、早速、読ませていただきますよ。教えておくれ。はい、時は平安時代、はい、藤原のこれ春は、ね、平安って言ってるもんね、藤原のこれ春は右大臣の父から突然、右の大臣だね、女に姿を変えて受胎しろ、受胎ね、騎士になる、ならねえよ。トースとか使えるよ、ね、変わるだろ世界観が。ごめんなさい、一回怒られるお前ら、一回怒られる。よかった、ね、黙ってて。いや、スミさんはもう大丈夫ですか、うん、で、そのお父さんからね、女に姿を変えて受胎しろ、亡くなってしまった姉が残した巫女の面倒を見るのだって命じられたんですって、はいはい、で、藤原家存続を背負い、仕方なく女官として受胎するこれ春なんですけども、思いがけなく、幼少の頃に仕えていました、鳴高の巫女と、遭遇してしまいます。その時正体を見破られなかったものの、鳴高の従者である蔵に見染められてしまい、そしてライトセーバーを持つことになった。あのそっかだけもう読んでください。違う。仕方なく、ね、女性になってって、なんか、そうなんですか、ね、永井豪さんのオイラスケバンみたいな。だ、小説紹介じゃなんで漫画の話するの。ダメだろ。スケバンジ、スケバン、すごい面白そう、ね、小説の紹介本当初めてなんですけども、本当だね、こちらの作品ですね、3月発売予定とのことですので、はい、ぜひ、騎士になるかどうかも含めて、皆さん確かめてみていただければと思います。ジェダイになってほしいよね、ライトセーバー持ってほしいよね。作品がちげえだろっつんだよ。そしてお待ちかねの、もうね、お待ちかねのだね、ここからはもうこんなもうざなんかもうぐちゃぐちゃな紹介しちゃったけども、はい、優しい編集部様は、毎回今回も差し入れくださっております。そしてイエーイじゃねえんだよ。今回はですね、まず、お酒を、お酒をと、元気だな。いつもの通り、いつもの通りお酒がございます。ありますね。紹介させていただきますよ。先ほどご紹介させていただきました作品に絡めまして、平安時代から続く老舗酒造、須藤本家、もう開けた？手弱。須藤本家さんで、作られております。里の誉れが届いて、だからさ、酒の紹介してんだろって私やりますよじゃねえんだよ。何年やってんだよ。いい匂い。いいじゃないか。ね、老舗酒造、須藤本家さんで作られております、里の誉れです。ちょっとフルーティーな感じ。ちょっとこれもうインフォメーション追加4人ではやめてくれ。はい、はい、なんかちょっと独特な、独特なんですか。そうなんだ、匂いはもういい香り、すごくいい香り。あ、なんだろう、なんかちょっとこう日本酒でもなんかこうちょっとワインっぽい感じのね、ちょっとフルーティーな感じですね。ほんとフルーティーだ。なんかもっと違うのを想像してました。渋い感じを想像してたんですけど、こう平安時代から続いてる酒造だけあって、だけあってなんすか、まとめてください。なんかもういい感じですね。はい、ということで、今回ご紹介させていただきました。お酒平安つながりだね。今更しかも台本通りって言われこのタイミングで。お酒は須藤本家さんで作られております、里の誉れ、美味しくいただきました。そして作品、小説作品初めて紹介させていただきました。著者がですね、清水湊さん、イラストが人よひとみさん、しばし夢見し平安身代わり恋愛絵巻でございました。はい、さて、そろそろお別れのお時間でございます。皆さん本日の番組いかがでしたか。久々の4人揃ってでございましたけど、まあ大体なんだよ、なんだろう、なんかさ、女の子って子じゃないな、女性が入ると、しもじもの方に話がいかないよね。しもじもの方、でもこれだって1回目以来ですもんね。そうだね、1回目、1回目よりはだいぶこう距離感が縮まってるような気がします。そうね、なんかこうそれぞれのこうなんか A チーム B チームのスタイルも出来上がって、出来上がってかなり確立されて、我々はあんま変わってないけどね。でも1回目の方がやかましかった2人。そうでしたっけ、なんか頑張らなきゃいけないみたいなだったんだよね。でも次回もね、この4人でお送りしていきます。そうなんですね。なんで次回もね、この4人でお送りしていきますので、お楽しみにということで、締めてもいいかな。はい、大丈夫です。それでは
アニメージュ 40th Anniversary メモリーズ、お相手は島本澄と山口勝平と山本のぞみと野上翔でした。それではバイバイ。この番組はアニメージュの提供でお送りいたしました。